こんにちは。よろしくお願いします。中富の鎌足りの子孫になるんですか。どういうことになりますね。おー、はい、クゲっていうのは、皆さんこんにちは、トシです。今、元宝院さんに到着しました。行ってきます。こんにちは。あ、こんにちは、山下時塚です。あ、こんにちは、山下さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。こんにちは。すごい部屋ですね。ありがとうございます。この建物は、大正9年築100年。山田さんに来ていただいて。すごい。はい。じゃあ築100年なんですね。はい、そうなんです。めちゃくちゃ綺麗ですね。でも100年経つのに。はい。もう全体がこう庭にこう囲まれてまして、まあ、屏風のようにこうガラスから庭が一面こう見える。ここは大広間でして。すごい。山下さんはこちらに住まれてるんですか。いや、私はここに住んでいるわけではなくて、私の高祖父がですね。旅館や文化施設としてこの場所が使われている場所になります。あ、じゃあここに泊まることもできる。はい、ここで宿泊もできます。すごい、贅沢。まずその、まあ、どういった家かということで言いますと、はい、まあ、代々その、宮中ですね、いわゆる京都御所がありますけども、そこで代々、まあ、天皇がお住まいだったわけですけども、そちらにずっと、まあ、公家としてですね、お仕えしているという家でして、一応うちの、まあ、初代は平安時代の後期の方、うん、藤原氏なんですが、はい、その方をまあ初代にして、私で30代目になるんですけども。30代目、はい。で、藤原氏だと中富の鎌足りという、まあ、歴史上の人物がいますけど、そこまでたどることができるので、そこまで行くと45代ぐらいまで遡ることができます。中富の鎌足りの子孫ってことですか。どういうことになりますね。お、はい、クゲっていうのは、まあ、位は高いわけですよね。まあ、公家という、まあ、そうですね、御所に、まあ、実際に上がることができる、まあ、家というのが、まあ、一般的に言われる意味ですけども、はい、宮中でもやはり御所に、まあ、上がれるか上がれないかというところで一つの、まあ、ランクがありましてですね。どういうランクか。例えば、官位ということで言うと、位ということで言うと、まあ、1位からずっと粗位というところまでありまして、5位という位以上の人が、なんか5位、4位、3位、2位、1位という5位以上の人が、まあ、御所の、宮殿の上中に上がることができる。殿上人という殿の上に登る人ということですね。殿上人っていうのは5位以上で、6位より下の人っていう、6位以下の人っていうのは上がれなかったと、まあ、そういうその位によるその一つの、まあ、まあ、壁がある。じゃあ5位以上の人のことを公家というかですか。まあ、広い意味で言うと、宮中に仕えている人という、ということで言うと、まあ、その6位以下の人も含めて、ね、公家ということになっていいと思うんですが、多分おそらく皆さんが一般的にイメージされることで言うと、大体その5位以上のですね、先ほど申し上げたその殿上に上がることができる人々をおそらく表記の意味で公家と言ってるんじゃないかと。公家という中で多分いろんな仕事をやってる方々がいらっしゃると思う、はい、はい、その中でどういう役割になってたんですか。うちはもともと初代の人とかはですね、雅楽がすごい得意な人がいて、まあ、いわゆる音楽ですよね、宮中の音楽ですけど、笛が上手い人がいたりとか、笙が上手い人がいたりとかいまして、かなり音楽熱心な人が続いてたんですが、実はその初代の人からですね、実は宮中の装束っていう、まあ、いわゆるその我々が着てるこの服ですよね、これのまさに宮中の人々が着るもの、それに関しても実際着装するということを初代の人もやっておりまして、でそこからですね、実は室町時代の初めぐらいからですね、実際に宮中の装束をまああつらえて調進する、ですからその御用を天皇や皇后や、まあ、宮中の人々の装束の御用を受けたまわって、でそれを実際に宮中に納めるということも、まあ、仕事の、一つとしてやるようになっ
て、で大体そのお家がその家族を担うように なる頃にですね、他の公家も例えば和歌であるとか、蹴鞠であるとか、いろんなその宮中の、まあ、芸事だとか、そういうものを自分たちの家の、まあ、強みというか、そういう、まあ、カラーといいますか、そういうのが徐々に固まってくる時期がその辺りになってまして、で、まあ、うちもその辺りに中世からはその装束に本格的に携わるようになって、でそこからもずっと幕末に至るまでずっと宮中の御用を装束を着装もするし、実際にそれを調子にすると、あつらえて収めるということまで、まあ、両方するようになった。幕末以降はどうなるんですか？幕末以降はですね、あの明治以後は我々がこういう服を着ているように洋服の制度がですね、まあ、宮中もみんな洋服を着るようにっていう形で徐々になっていきまして、いわゆる装束というものが宮中で着られるシチュエーションでは大変もう少なくなってしまいまして、いわゆる、京都御所から天皇が東京に移られるというタイミングで、私の家は京都に残ったわけですね。でかつもう、我々が、まあ、京都で、まあ、公家たちがやっていた御用というのは基本的に、まあ、新しい明治新政府がその機能を、ある程度吸収するか、まあ、廃止するかという形で、まあ、合併統合したりとか、まあ、その機能を吸収することによって、まあ、公家からその、まあ役割というのを、まあ、奪っていくと言いますか。やばいじゃないですか。そうです。だから結局その、まあ、こういう衣服というのはそのまあ、今の我々も TPO に使い分けてきますけれども、当然その宮中という場があって、そこに人々がいて、そこで行われる儀礼ごとにいろんな装束をこう、まあ、着替えていくわけですよね。そういったその場がなくなって、そういうその、文化的なその営みがなくなってしまうということイコール、そういう装束自体がですね、やはり着られるシチュエーションを失ってしまうということにやっぱなっていくということで、明治以降はかなりその装束という、まあ、伝統的な、大変分厚い文化があるものは随分とこう衰退の一途をたどるということになってしまう。天皇陛下のお代替わりのお大礼の一連流れで、まあ、即位礼と大嘗祭というのが、じゃあ令和になった時ですよね、まさに。そうです、令和の